今回はネイティブが違和感を感じる日本人が使うカタカナ。あくまでもアメリカでは使わないっていう観点で見てもらえればと思います。はい、そうですね、うん、カタカナってね、いろんな国の言葉から来てたりするから、そう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 、どこ由来か全然わかんないしね。わかんないのもある、うん、だから今回はあくまでも違和感を感じるっていう目線で選んできてもらっているので、それを紹介してもらおうと思います。はい、とざっとラインナップ見て、日本人結構使ってる、うん、日常生活に入り込んでる感じ、うん、英語で言ったら多分通じないって感じ。あ、英語っぽくしてもこれは多分通じないんじゃないかなって感じなんです。そう、なんかこう発音の問題じゃなくて、うん、あ、単語自体がね、単語の組み合わせだったりとか。なるほどね。その使い方はしないから、その使い方で同じ意味になるかが怪しい。なるほど。だから英語をガッチャンコして結果的に和製英語になってるってものも日本にはあるから。ある。そういうのがあるかもしれないですね。ここにはあるってことだね。そう。はい、じゃあ早速お願いします。はい、1個目、ブッ、エチケット袋。エチケット袋ってあれだよね、あのオロロ袋とかね。やっぱ通じるよね。オロロ袋、うん、通じる通じる。そう、英語で言わない。エチケットじゃないんだ。エチケットバッグじゃない。エチケットバッグって言わない。言わない。エレケットっていう言葉はあるんだけど、うん、だからそれをやることはエチケットだよねって感じで使い方する。だからこう周りに気を使う行為だよねみたいな。例えばなんか Having a handkerchief is etiquette みたいな。へー。だからこうハンカチを持ってることはエチケットだよねみたいな使い方をするから、る、ね、うん、エチケット袋っていう名前にならない。あ、なんていうか分かる英語だと。Emergency bag とか。エモージンシー、あ、緊急事態みたいなね。例えばね。あ、ちょっと人によって言い方違ったりとかするけど、あ、まあ、場所によって変わったりするんだろうね。そう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 、エマージェンシーバッグとかって言ったりすることが多いかな、うん、仮にエチケットバッグ聞いた時はどんな感じになる？何も分かんない。あ、もうさっぱり、うん、ひらめきもしない。日本語にしたら例えば意味合いは若干違うけど、うん、礼儀袋みたいな言われてる感じ。なるほどね。なんか何それって。そういう感じ。なるほどね。そう、必ずしもこう礼儀っていう、 こう役にはならないんだけど、言われた雰囲気としてはそんな感じ。何ってやつね。礼儀袋みたいな。何だろう、ポチ袋かなってなるよね。そう、なんかうんみたいな。どういうことかなってなっちゃう感じ。じゃあこれはちゃんと元の英語を覚えた方がいいね。そうね。Do you have a bag that you don't need? いらない袋とかあるみたいな感じで言った方が、ということでした。少し分かんなかった。うん、これは分かんないね。うん、なんじゃそれってなるね。そう。エチケットもリンクしなかったでしょ。うん。小学校で、社会科見学かな、うん、エチケット袋を持ってきてください。はい、家族全員。エチケット袋。全員で。分からないって。まあ、ググるっていう言葉すらない時だったから、まあ、そりゃそうなるわな。調べるっていうのもあるしね。うん、次行こう。次、うん、ちょっと関連でなってる、うん、バスレク。あ、バスつながりよね。レクリエーションとかバスレクリエーションって言わない。言わない。言わないんだ。言わない。ウロとかやんないの、バスレクで。やんない。いや、だからやるけど、うん、バスレクって呼ばない。なんて言う。レクリエーションっていうのは、うん、レクリエーショナルアクティビティみたいな、こう時間を潰すアクティビティとか、なんかそういう、それも文章で使う系、うんうん、なんかこう名前にはなんない感じ。なるほどね。そもそもって感じなんだ。そう。で、時間潰すっていうよりも、こう楽しいことみたいな感じな意味合いで使われることが多いから、うん、なるほどね。そのバスで楽しいってどういうことみたいな。バス楽しいみたいな言われてるような感じ。バス楽しい。そう、バス楽しい。なるほどね。まあそれは通じないわな。そうで、しかも略されてたから余計分からなくて、ね、バスレクって聞いた時に、今日は皆さんバスレクを考えていきましょうみたいな感じで、うん、まあ分かんないよな。ちなみにバスレクリエーションって聞いたらやっぱバス楽しいってなっちゃうから、うん、何の想像も湧かないわけ。湧かない湧かない。しかもバスレクだけ聞くとレクってどちらかというとレックに聞こえるの。レックってなんか壊す気。え、そう。そう、バス壊したみたいな。そう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 、危ない。バス壊す。え、どういうこと。危ない遊びになっちゃうね。そう、めっちゃ怖かった。なるほどね。全然違った。全然違うね。だからこれはまあ日本でしか基本的には使わないけど、うん、ね、あんまり使うこともないかもしれないけど、うん、まあまあ通じませんよっていう。そう、なんか留学生とか来たら通じないって思ってあげてください、うん、はい、次行きましょう。はい、バレンタインデー、うん、バレンタインデー、うん、バレンタインデーじゃない、バレンタインズデー。
あ、ズーつくの？うん。あ、だから通じはするけど、違和感を感じるって感じなんだ。そう。なんで抜いたの？ズーだけを。なぜ抜いたと。うん。でもそうだよね。バレンタインの時のさ、あの、スペルとかはちゃんとズッと入ってるね。そう言われてみる。でも、読まないね。読まないね。なんでだろうね。わかんない。でも、逆に、アメリカだとバレンタインデーって言わない。バレンタインデー。ちなみに、文法的には、バレンタインズデー、うん。バレンタインデーは、ちょっと、文法的には、うん？なるかね。キリスト教の、バレンタインっていう名前の神父さんを祭る行事なの、うんうん。あ、そもそもバレンタイン、ね。そう。だから、バレンタインの日なの。バレンタインっていう名前の人の日なの。だから、図がつかないと、バレンタインズデー。そもそもちょっと文法的にというか、ちょっと違和感を感じちゃうわけだ。そう。天皇誕生日が、天皇って感じになってるイメージ。天皇日。誕生日みたいに言うな。天皇日って。ああ、わかった。海の日が海日になってる。なるほどね。まあ、なるほどね。なんかありそうだけど、ありそうだけどちょっと違うな、みたいな感じね。あ、わかったわかった。海の日が海日ね。うん、わかる。理解して。うまいうまい。うまい、うまい、うまい。今来たってなっちゃう。だから、ちょっと違和感を感じる。なるほどね。通じるけど、ちょっと違和感を感じる。うんうん、で、一般的になんで抜いたんだろうっていう。俺もそう思う。まあ、わからない、なぜ抜いたかは。まあなんかあるんだろうね。バレンタインの方が言いやすかったね。言いやすいんだろうね。てか、バレンタインが主流で流行ったんだね、日本で。その後、デーがついたの知らんけど。ああ、そういう、順番が、はい。順番があったんだね。なるほどね。うん、次行こう。次。はい。ナイーブ。ナイーブ？うん。あの子ナイーブよとか、繊細よみたいなイメージ。そう、繊細みたいなイメージじゃん、うん、日本だと。そう。英語だと、ピュアみたいな。何も知ら、まだ知らないのね、みたいな。あ、そっちなの？そう。へぇー。それがナイーブなの？そう。逆に、ピュアってじゃあ違うの、英語だと。ピュアも、日本で言うピュアは？英語でもピュア？ピュアも言うんだけど、うん、日本で使うピュアの方が英語のナイーブに近い。なあ、英語しかなってる。それめんどくさいね。うん。あ、日本で言うナイーブは英語のピュア？うん、ん？こっちだっけ？日本で言うピュアが英語のナイーブに近いかも。あ、なるほどなるほど。で、英語でピュアって言うと、うん、なんかもう本当にすごい純粋なみたいな、なんか純粋なもの？はいはいはい。人にはあんま使わない？あんまり一般的な人に使わない。あー、そもそも？うん。かなりじゃ重い言葉というか。なのかな？そうか、もうなんか本当に子供みたいな。She has a pure heart みたいな。なんか本当に子供でも何にも。なるほどね。まだ何にも知らないじゃないですか。そう、なんか何の汚れもないみたいなレベル感じゃないとピュアは使わない。なるほど。日本だともうちょっと、なんかああ、なんかピュアなのねみたいな感じで、うん、その雰囲気だとナイーブの方が英語だと。She's so naive みたいな。ピンポイントで何かに置いてっていう感じでも使える。ナイーブ。ちょっと悲しそうにピュアとナイーブ。頑張ったらも使って今話聞いてるんだけど難しいだってどっちに違うわな誰かに何かすごい一方的に言われた時にそのまま受け止めちゃった人みたいな I'm so nice あ例えばまああれだけど誹謗中傷みたいなとかをそのまま全部受け止めちゃうとか、うん、そのある人にこうそんな気ないのに言われた言葉を全部受け止めちゃうとかそういう感じの人ないよ、うんそうっていう使えるし、その恋愛事情でも使えるし、なんか普段の何か起きたことに対しても使えるし、まあね、みたいななんかもうちょっと幅広いんだね。幅広い気がする。繊細みたいなイメージでしか日本だとあんま使ってないかな。俺が知ってるナイーブ。私もそのイメージ日本だと、うん、それだと若干ズレがある。なるほどね。なんか大元は確かにピュアなところで、うん、だから繊細になってるみたいな感じから来てるんだけど、うん、今繊細だけが残っちゃってるからなるほど、ね、それに対して知識がないっていう前提がちょっと今消えちゃってるからなるほどねということでしたはい次行こうボリューミーおーいっぱいのやつ、うん、これボリューミーだなーって言うけど言わないなんて言うの？なんて言うの？基本的になんて言うの？なんて言うの？面白くなっちゃうからやめて。基本的にボリュームって音量とかに使うことがああそっかじゃあミーってなったからといって音量からこう違うとこに行くわけじゃないのかそうでしかもミーってつかないあでも日本語もそうだよ
音楽はボリューム2だけど、ご飯の声になったらボリューム2になる。2がついたらご飯に適用される。英語でそうじゃない。だから、うん、there's a lot of volume って言ったら、a lot of volume っていう文法じゃないと、ボリューミーっていう言葉がそもそもない。ないんだ。完全なる和製英語の可能性があるんだね、これは。だね。それさ、a lot of volume はご飯にも使えるの、うん、使えなくはないけど、ほぼ使わない。普通に言わんって感じ。量が多いって時は何て言うの？ご飯の量が多い時。a lot of food。うん、とか、the portions are enormous。enormous, enormous, enormous. ポーションって言うんだよね。そう。器のことをね。器じゃないな。出たもの。これのことをね。一、うん、回の量を。このご飯全体をポーションって言うんだよね。それ初めてこれ聞いたとき、なんか薬かと思って。ポーションみんなポーション、ポーション。ポーション。どこから薬が出てくるポーションと、ポーション。もうわかんないでしょ。いや、違うから、ポーションと、portion 分かんない portion と portion と portion声音量しかそれこそボリュームしか変わってグレードアップ、ああこうやって段階上がってくやつ、うん、あれ必死もないグレードアップレベルアップっていうのまあ、レベルアップの方がまだ言うかもしれないけど、ゲームかな。ゲームアップ、ゲームでしか言わないかな、うん、レベルアップ、あ、そうなんだ。グレードアップとか言わないの、うん、何だろう、なんて言うの。 Get a better one とか、あ、ちゃんとそれを表すんだね。グレードアップってそもそもグレードっていうのが、うん、学年、うん、I'm in first grade みたいな。あ、確かに確かに、うん、そう、だから学年っていう意味で使うことが一番多いかなって思うのね、うんうん、で確かにグレ何かのグレードを表すみたいな感じの使い方もできなくはないんだけど、学年っていうのが多いから、うん、グレードアップっていうとなんか上の学年に上がったみたいな、全然違う、例えばね、うん、そういう風に考えちゃう人もいるんだね。いると思う。日本人が言うグレードアップはアップグレードで通じる、うん、じゃあ日本人もアップグレードでいいじゃんね。そう、なんで逆にしちゃったのかわかんないんだけど、あれじゃない、 I'm gonna upgrade it って言ったら、うん、グレードアップと全く一緒の意味になる。あれじゃない、あのよくあるじゃんか、ザ・ギンでシースーみたいな、そんな感じで。そういうことそれでアップグレード、グレードアップ、グレードアップって言ったんだよ。知らんけど。そういうことそしたら辻褄合うね。辻褄合うけど、なんかもったいないね、せっかく合ってたのわざわざ難しくしちゃったんだ。うん、グレードアップです。うん、アップグレードです。アップグレードなら使うんだね。うん、アップグレードが、うん、正解です。はい。これに関しては、うん、じゃあ、ちょっと、なんでしちゃったのか。多分、その芸能界用語みたいなのがあるんじゃない？いや、知らないよ、全然。知らないよ。めちゃくちゃ言ってる。めちゃくちゃ言ってる。和製英語な気がするけど、シンプルに。うん。うん、次行こう。マナーモード。マナーモード。うん。逆になんて言うの？サイレントモード。あー、もうシンプルに静かになんだ。うん。マナーモードって、確かに言われると意味よくわかんないよね。うん、礼儀モード。出た、でまた礼儀パターン。マジでそうなんです。礼儀袋に続いて。え、マジで。しかもマナーは直訳で礼儀だ。礼儀だね。うん、だから。こういうこと。顔芸だと思う。こういうことかなってな。まあでも日本人っぽいかな、名前の付け方が。マナーモードに関しては礼儀モードってちょっと硬すぎるじゃんか。だからまあせめてマナーにして言えば言いやすいし浸透しやすいんじゃないって思ったの。そういうこと、うん、絶対違うと思うけど、でもすごい日本人っぽい気がする、マナーモードって名前自体は。ああ、うん、俺は悪くないと思う。ただ通じはしないから、そう、もし言ったら使う単語はちゃんと分けなきゃいけない。そう、悪くはないけど英語を話す人からすると不思議に思う、うん、うんうんうん、なんでそれになったんだろうと思っちゃった、ね、そう、違和感はあるね。で、うんうんうん、通じない、間違いない、うん、だからまあ使い分けだよね、しっかりね。ね、うん、そこまでちゃんと分かってないといけないっていう、そう、ちょっと面倒くささはある。日本人ってさ、うん、自分たちで英語もっと難しくしてない、うん、すごいしてる大変すぎる。とっさに出てくるのはだって日本語の方なんだもん。びっくりしたよ。それそのまま英語使ってれば、うん。そのまま使ってれば楽だったのに。そのまま大変だ。俺そう思うじゃん。次行こう。じゃあ次行きます。うん、次。ぶアンケート。嘘だ。アンケートは英語だろ。アンクエート。ア
あ、言わない。何語かわかんない。じゃあこれは英語由来でないんだよ、そもそも。じゃない。何由来なんだろうね。わかんない。アンケートは、探し求めるを意味するラテン語、インクエールっていうのが元だって。インクエール。インクエール。フランス語のインクエーテみたいな。読めないけど、うん、っていうのが語源ではあるんだけど、それのさらに大元がラテン語。英語ではないから、アメリカ行った時にアンケートって言ったら、もちろん通じないわけ。通じない。アメリカだとなんていうの、アンケート。いくつか言い方あるんだけど、うん、take a poll とか、ポールを取る。うんうんうん。survey とか。あ、サーベイか、うん。確かにサーベイだったらわかるわ。英語じゃないから、うん、まあそもそもあれなんだけど。うん。ラテン語から来て。まあフランス語だけどね、日本に来たの。だからまあ、うん。そういうのもあるよね。あるね。うん、難しいね。うん。でも、俺は全然英語だと思ってたから。そう。だからさ、日本語で難しいのが、うん、言ってる時にどこが語源かわからない。まあそうだ。それは間違いない。それがもっとわかりやすかったら。ちょっと変わってたかもね。ね、うん。うん。なんか結構英語に、例えばフランス語が入ると、もう明らかにスペルが違ったりとか、なんかチョンが入ったりとか。ああ、そうだね。そう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 。だから結構わかりやすかったりするんだけど、うん、日本語になると、もうどこが語源か本当にわかんなくなる。カタカナだけになるからね。うん。何もわかんなくなっちゃう。難しい。うん。じゃあ次行こう。はい。メリット、デメリット。え、メリットって英語じゃないの？英語なんだけど、うん、その使い方あんまりしない。ああ、そういうこのパターンね、うん、その使い方あんましないよパターン、うん、内受け。そう、その使い方をするときは pros and cons っていう。 pros and cons、 うん、トモス違うんですよ、 porn じゃない、 con、 pros and cons っていう。 pros and cons、 what are the pros and cons、 へえ、いうふうに言うから、うん、メリットデメリットっていうとどういうイメージになる。He was given a demerit for driving みたいな。運転してる時に減点された。へえ、デメリットが全然違う。メリットはじゃあほぼ一緒？2点って感じなんだけど、うん、単数的に使う。そのリスタックする時には絶対使わない。ああ、なるほどね。うん。メリットを上げなさいっていう使い方はしないんだ。そう。ちょっと違うっていう。違和感を感じるっていうのはそういうとこなんだね。そう。リスタックっていうか、What are the merits って言ったら、うん、なんかこういうメリットがあるよって感じで話すけど、うんうんうん、でもメリットデメリットを出しなさいって言われた時は使わない。pros and cons で絶対使う。そこはそっちになるんだね。そう、だから英語の方がそこに関してはいろんな使い回しがあるのかもしれないね、うん、日本語は逆に言ったらメリットデメリットで全部片付けてるじゃないけど、うん、で、うん、デメリットは欠点って意味で使うことが多くて、うん、そういう欠点みたいな意味がないわけじゃないんだけど、はいはい、あんまりその使い方しない。なるほどね。それで言うんだったら cons って使う。使う。うん。一般的にメリットデメリットって使うときは pros and cons って置き換えちゃった方が楽かも。なるほどね。なんか どっちの方が使えるんだっけとか、迷うよりももう置き換えちゃった方が楽かも。そっちの方が全部に通じるかもしれないね。うん、って思う。うん、はい、次行こう。はい。ラストです。はい。hard schedule。忙しい時のやつ、ハードスケジュールって言うよ。うん。難しいスケジュールに聞こえる。あー。難しくなっちゃった。難しいか硬いか。ああ、そっちのハードな意味か、うん。一生懸命スケジュールの方にはならない。ならない。てか、一生懸命スケジュールって意味が分かんなくない。うん、俺も今言って分かんなかった。そう、でそんな感じ。そっちの意味で捉えても、一生懸命。なるほどね。きついとか、うん、そういう意味にはならないんだ。なんない。タフとかになるの？うん、違う。英語だとね、タフスケジュールとか言わない。ああ、でも、うん、タイトスケジュールっていうこと。あ、タイトスケジュールか。予定がいっぱい詰まっててタイトっていう。確かにそれを言われるとそっちの方が合ってるなって思う。うん、うん、ハードって言われるとちょっと回りくどいよね。そう、うん、だから他のことに関してもこの運動めっちゃハードだよねっていう時とかとかもあんまり使わない。そうなんだ。なんて言うけど、うん、ハードって結構難しい使いがち。うん、うん、なるほど。そっちが強いんだ、意味合いとしては。うん、この運動難しいになっちゃうんだ。そうだからゲームとかしててこのレベル難しいとかっていうときに、あ、This level is so hard みたいな。ハードモードっていうもんね。そう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 。なるほどね。そう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 。そっちのイメージがすごい強い。だからきついみたいなときはあんまり使わない。ハードという言葉がつく単語はアメリカとか英語系で使うときは強調がある。そう、ちょっと違う。ハードモードはゲームは合ってるけど、そうゲームは合ってる。合ってるけど、ハードスケジュール、ハードトレーニングとか、うん、その辺がちょっとニュアンスとしては合わなくなる。そう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 。勉強になるわ。
珍しく勉強になるわ。珍しい、ね、珍しく勉強になる。常に勉強になるでしょ。そんなことない。ということでした。はい。英語って大変。日本語のせいなんだけど。そうね。なんかこう、違う言語から来てるやつは、まあ、100歩譲ってね。うん。なんかもう仕方ないじゃん。違う言語から来てるから、うん。そうだね。でも英語から来てるのに、地味に逆にしちゃう。なんか歴史を感じるね。この辺をね。歴史ない。何かあったんだろうな。思いを馳せることができる。何かあったんだなって。それしかない。めちゃくちゃ嫌だ。それしかない。もうそう考えないとイライラしてたまらない。何かあったんだな。仏の心で。じゃあ日本はいろいろあったらしい。いろいろあったらしい。そういうことです。はい。じゃあ以上になります。